こんにちは。株式会社パテントインベストメントの草野です。今日はですね、法律の改正によってデザイン経営と衣装の重要性が大幅にアップするということについてお伝えします。で、今回の法律の改正の内容は僕も驚愕した内容ですので、ぜひですね、ご覧ください。それではよろしくお願いいたします。はい、今回の話の内容のメインはですね、衣装というものになりますので、まずですね、この衣装の概要について、簡単にですね、おさらいということでお伝えします。で、この衣装というのは、物品のデザインを指します。物品ということなので、形のあるもののデザインですね。で、そのデザインって何なのというところなんですが、今お伝えした、まず形、形状ですね。形状と、あと模様、それから色彩です。これら3つが、保護の対象になるということですね。で、この衣装はですね、当然知的財産の中でも、重要なポジションを占めるわけなんですけども、ただその衣装の欠点としてですね、そのあるデザインを、衣装権で保護したとしてもですね、その他者がそれを真似しようとして、ちょっと部分的にですね、アレンジを加えて真似して、で、それで、うまくですね、衣装権を回避して、模倣することが可能になってしまうということが、結構あるんですね。なので、ちょっと権利としては若干弱くなってしまうということが多々あります。なので僕も衣装を正直あまり重視してなかったんですけども、ただ最近起きた出来事によって、それが一変しました。で、その出来事というのはですね、ここに赤文字で書いてあるんですが、法改正するその法律案が閣議決定されたということですね。で、これが平成31年3月に経済産業省の方で発表されました。まだ閣議決定ということなので、これからですね、国会を通って、で、それで通ればですね、正式に法改正後の法律が成立するということなんですけども、まだそれがどうなるか、正直わかんないですね。ただ僕としては通る可能性が高いんじゃないかなと思います。で、その改正案の内容なんですが、ここにですね、主な内容を挙げています。これを見ていきたいと思います。で、まず一つ目なんですけども、これはですね、建物の内観、外観が保護されるということですね。で、当然、そのお店とか、会社の建物の内観外観というものは独自の価値を生み出すものなんで非常に重要なんですけども、ただ今まではそれを適切に保護できるものがなかったんですね。場合によっては著作権で保護できることはあったんですけども、ただ保護できる場面がかなり限られてますね。なのでこれを衣装権で保護できるというのは非常に大きいことかと思います。で、例としてはですね、経済産業省のページの方で挙げているんですけども、こちらにご紹介します。これはですね、建設物の外観、内装デザインということで、au ショップの内観を表してますね。で、ここにある、書いてある文章を読むと、特徴的な形状のテーブルやカウンター等を持ち、それらの特徴が際立つ形で、全体的にオレンジと白の2色のみによる効果的な色彩を施し、統一感を実現している点が特徴となっています。このようなイメージですね。お店の内観が保護されうるということになります。次ですね、二つ目なんですけども、これはですね、物品に記録表示されていない画像が保護されるということになります。で、これがですね、一番、インパクトのあるものかと僕は思っているんですけども、これですね、従来であれば、当然その物品のデザイン、ここに書いてあるように、物品のデザインしか保護されなかったんですけども、その物品と切り離して保護されるということですね。で、これまでも、その、デバイス、例えば、スマホとかタブレットとか、そういったデバイスに表示される、その、操作画面ですね。これであれば保護されることはあったんですけども、ただやっぱどうしても物品と切り離すことはできなかったんですね。ただ今回の改正案だと、このようにですね、物品じゃないような画像でも保護されるということになります。どういう画像が保護されるかということで、こちらに例があるんですけども、これはですね、物品に記録表示されてない画像ということで、まず例の一つ目が、クラウド上に保存され、ネットワークを通じて提供される画像ということで、これはおなじみのナビタイムのですね、乗り換え案内ですね。その画像がこちらに載っています。こういったものが保護されうるということですね。で、あとは2番目ですね。道路に投影された画像。こういったものも保護されうるということですね。もはや、なんか何でもありなような感じがしますね。ということですね、この2番目のものが成立すると、本当に衣装権を取得したい人がたくさん出てくると思います。一気に増えると思いますね。なので、そうすると、世の中にある画像がですね、たくさん衣装権で保護されて、結構衣装権の侵害っていうのがかなり起こりやすくなるんじゃないかなと思います。どうしてもですね、ちょっと弊害的な部分も出てくると思うんですが、もしこれが成立すれば、かなり強力になるということになります。
で、続いてはですね、3つ目なんですけども、これは関連衣装制度の拡充ということで、そもそもこの関連衣装制度、これが何かというとですね、とあるデザインについて、まあ、その衣装権で保護したいということで、まあ、衣装出願をしますと。で、他にはですね、そのデザインと似ているデザインについても保護したいというときにですね、この関連衣装制度を使うんですね。関連衣装制度を使えば、その、あるデザインに似たデザインも一緒に保護できます。本来ですね、その衣装制度というのは、あるデザインについて衣装出願して、で、それに似てるデザインも衣装出願してしまうと、もう一つ出した方のとの関係で拒絶されちゃうんですね。なので、この関連衣装制度というもので、まとめて似たようなものを出すことができるんですが、ただこれの欠点としてはですね、この制度を使えるのには、結構時期的な制限があります。というのも、最初に出したそのデザイン、衣装ですね。これの出願した日から、だいたい約8ヶ月ですね。この期間内に、この関連衣装というものを出さないと、まあ、登録受けられないんですね。ただ、これがですね、法改正によって、最初に出した衣装から、まあ、10年の間ですね。この間に出せばですね、関連衣装として認められるということですね。一気に期間が伸びたということになります。で、これを示す例もありまして、こちらに出します。で、これはなんか車の絵がいくつかあるんですけども、一番左下のところにですね、本衣装というものがありますね。まあ、これがそのメインのデザインということになります。で、車を出して、で、それで似てるようなデザインを、だんだんその年数が経つことによって、まあ、出していくと。そうしたときに、このように似ているデザインに関しては、まあ、関連衣装として認められるということですね。で、これが、10年大丈夫なので、この2010年から2018年ですね。に出したものも関連衣装として保護されうるということになります。まあ当然ですね、その企業がいろんな商品出していく上で、似てるデザインっていうのはどうしてもたくさん出てくると思うので、まあこの関連衣装制度がですね、拡充されるということは非常に大きいかなと思います。であと4つ目ですね、こちらは、衣装権の存続期間の変更ということで、現状のその衣装権の存続期間は、衣装登録された日から20年です。ただこれが改正後はですね、衣装出願された日から25年ということになります。まあ、単純に5年伸びたというわけではないんですが、まあ、5年近く伸びたと考えていただいて大丈夫です。で、ちなみにですけども、特許の場合は出願日から20年が保護期間なので、まあ、特許より5年長いということですね。まあ、それだけ衣装の保護を手厚くするということになります。で、それからですね、5つ目。これは、出願手続きの簡素化ということで、まあ、これ具体的にどういうことかというと、複数の衣装をですね、1回で出せるということになります。で、本来であれば、その衣装を複数出す場合、まあ、それらが、まあ、似てればこの関連衣装制度を使えるんですけども、もしデザインが似てなければですね、別個でこう出していくしかなかったんですね。ただこれを一括で出せるということで、非常にですね、手間が省けます。まあ、簡単にたくさんのデザインを衣装出願できるということですね。まあ、実際の場面でもですね、結構やっぱりそのいろんなデザインを一回で出したいということが結構ありますので、まあ、この制度ですね、まあ、非常にありがたいんじゃないかなというふうに思います。以上のようにですね、その衣装の改正案についてご説明したんですけども、まあ、これがですね、無事成立すればですね、当然その経営の中でデザインを重視することが必要になってきまして、でそれらのデザインっていうのは適切にその衣装権で保護したり、あるいは活用していくということが必要になります。なので、衣装出願の件数も飛躍的に伸びていくんじゃないかなというふうに思います。で、僕もですね、これまでその衣装に対する認識が正直低かったんですけども、まあ、今後はですね、本当、まあ、特許商標と同じか、もうあるいはそれ以上に重要視していこうというふうに思っています。で、今後ですね、そのデザイン経営とか衣装についてですね、まあ、しっかり勉強とか研究をしていって、でどうやっていったらうまく活用していけるかということを考えていきたいと思います。なので、それをですね、その都度また動画で配信していきますので、ぜひご覧ください。それではですね、今日の内容は以上となります。今後は、知的財産のチャンネルにおいて、ダントツトップを目指して、かつ、皆様にとってですね、大きな価値のある内容を配信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日の動画をご覧いただきまして、どうもありがとうございました。それではまた。